おはようございます。温度カーズアリーナ小島でございます。温度チャンネル足休めシリーズですね。小島散歩の時間がやってまいりました。今回も恒例の早朝からですねスタートということで、まだ夜明け前のスタートになりますが、出発したいと思います。今回のミッションは車買い取りということで、無事買い取りできるようしっかりと行ってまいりたいんですけども、今回のスタートはですねコロナの状況も変わりまして、高速バスがですね復活ということなので、今回は高速バスの方でスタートしたいと思います。無事ミッション完了できるように、頑張って行っていきたいと思います。それではスタートいたします。羽田空港の方に到着いたしました。これからですね今回の目的地の方に、飛行機の方で向かいたいと思います。今日の天気はですね、全く心配ないような天気ということなので、まずは一安心でございます。それでは向かいたいと思います。はい、羽田空港から約2時間ぐらいですね、九州の福岡空港に到着いたしました。これからですね、電車の方でお客様の元へ向かいたいと思います。今回の問い合わせはですね、お問い合わせフォームの LINE の方から、お問い合わせいただきまして、新規のお客様になりますね。今回初めてお会いするという形になります。福岡の方は何度もこの車の方で来ておりますので、道は大丈夫だと思うんですけど、遅れないように向かいたいと思います。無事査定の方も終わりまして、今回もですね誠にありがとうございます。無事買取の方を完了させていただきました。ありがとうございます。今回買取させていただいたお車がこちらになります。じゃじゃん、アウディの RS3 スポーツバッグ現行型になります。こちらの方ですね、オプション今回がブラックスタイリングパッケージに、オプションのアルミホイール、レッドキャリバーですね、が入って、パナラマルーフも入っております。そしてリアの方は定番、これ絶対入ってないとダメですね。RS エキゾーストが入っております。で、こちらの方が走行距離の方がですね、なんと現在が2000キロを切っております。こちらの車ワンオーナーの車になりますね。で、中もレザーシートが入って、ダンピングも装備されております。こんな希少のお車ですね、今回も買い取りさせていただきました。ありがとうございます。ちなみに現在 RS3 スポーツバッグ新車でオーダーしてもですね1年以上かかると言われております。とても貴重なお車買い取りさせていただきました。ありがとうございます。こちらの方ですね、これから陸送会社さんの方に持って行って、埼玉の方まで運んでいただきます。今回ですね RS3 スポーツバッグ現行型はですね、お客様の ご自宅から、陸送会社さんまで、そんな距離はないんですけど、ちょっと乗らせていただく機会がございましたので、試乗レビューまではいきませんが、ちょっとお話しさせていただければと思います。RS3、乗った感じはですね、一言で言う第一印象、ちょっとやっぱ硬いなっていう感じはしましたね。足もめっちゃ柔らかいんですけど、個人的には。そう。はい。やっぱ硬いっていうイメージはあるけどな。で、もちろんそのスピードというのは出せないんですけど、パワーはですね本当にアクセルを2割ぐらいしか踏んでないんですけども、十分、街中も2割ぐらいのパワーで全然走ることができます。サイズ感もいいので取り回しも安く、運転もしやすいと思います。ただ女性の方、慣れない方だとやっぱりちょっとお車硬いっていうイメージは
で足もめっちゃ柔らかいんですけど個人的には。あ、そう、はい、持ってしまうのかなとは思いますね。で音ですね、まあ、RS エキゾースト入ってるので、音はもうすごいパワフルな音がしてスポーツ感はありますね。車の剛性は、まあ、本当に硬いなという感じはします。でブレーキはもちろんすごい効きますし、ロードノイズっていうんですかね、それはいい具合に音が車内の方に入ってくる感じがします。とアイドリングストップは結構やっぱり敏感ですね。なのでこれはあまり好みじゃない方はオフにしてもらってもいいんじゃないかなと思います。まあ硬いっていう先ほど申し上げましたけど、通常男性の方スポーツタイプの車を乗りになられている方はまあ硬いなって感じはありますけど、嫌な硬さではないと思うので、あの長距離乗っていただいても全然問題ないんじゃないかなと思います。今まだ半分乗ってないですけど、めちゃめちゃ伸びしろがあるエンジンですね。安定してます。これ面白いんじゃないかなと思いますね。これ面白いなと思った、まあ、あのこのお車はまた詳しく埼玉に行きましたらツッチーパフォーマンスと一緒にレビューをしたいと思いますね。まあ、これどっちが先のアップになるか分かりませんけど、詳しくお届けしたいなと思っております。無事陸送会社さんにお車を引き渡し完了いたしました。買取ミッションはですね、無事こちらの方で完了でございます。先ほどインプレッションといいますか、簡単な試乗レビューさせていただいたんですけど、ちょっと撮影できないぐらいのところですごい楽しいお車だなと思いました。今回のグルメミッションはですね、ツッチーパフォーマンスからもつ鍋のリクエストがあったんですけども、先ほどちょっとググっていたらですね、とても美味しそうな餃子屋さんを見つけしまいまして、私ちょっと餃子に目がないので今回はそこの餃子屋さんに突撃したいと思います。ごちそうさまでした。もうめちゃめちゃうまかったですね。あの飛行機の時間もあったんで、開店15分ちょっと前ぐらいまで並んでたんですけど、気づいたらですね、もう長蛇の列という人気店でした。まあ、ぜひ、福岡で中華食べたいな餃子食べたいなという方がいれば、まあ、地元の方は知ってるかもしれませんけど、ぜひおすすめしたいお店です。ごちそうさまでした。無事羽田空港に到着しまして、今回の買取ミッション完了でございます。ありがとうございました。今回はですね、お問い合わせいただきました経緯はですね、まあ、このボンドチャンネルをお客様ご覧いただきまして、まあ、買取の方をやっているということで、今回は LINE の方でお問い合わせをいただきました。で今回まず外産の方で値段の方をご案内させていただきまして、お客様の方もですね、数社お問い合わせの方を入れていただいてたみたいなんですけども、最終何度かやり取りさせていただくという中で、私どもが一番高い金額をつけさせていただいたという形になります。まあ、その金額をご提示させていただいたもと、まあ、車の状態もですね問題なければという形で今回、お客様のことに、向かわせていただきました。まあ、内容もですね、見させていただいて、もちろん問題なかったので、買取の方も無事させていただいたという経緯になります。様々ですね、全国の皆様、お車、買取、売却ご検討いただいていると思いますけども、まあ、この動画を見ていただいてですね、少しでもご安心していただければ幸いでございます。また、お問い合わせフォームですね、店舗でしたり、メール、LINE 等ありますので、ぜひ概要欄の方からお問い合わせいただければと思います。それでは、今回も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。